超楽じゃん、こんなの。超楽なのよ。今回のお家ではやります。よし、一発いけこんにちは、くまみきです。今回も新居からお届けしております。今日の動画は入居前にやるべき10のことを紹介していきたいと思いまして、その前にちょっといろいろね、100均とドラッグストアでそのためのお買い物をしてきたりしたので、ちょっと紹介します。じゃあまずは100均で買ったもの、いろんなフィルター系ですね。換気扇のフィルター、これとこれと、あとこれがキッチンですね。キッチンのフィルター、そして排水口関係がこちら。今もね、これ使ってるんだけど、なんかバージョンアップしたのかな。こういう持つところがついてるやつ買いました。あとこれが使うのすっごい楽しみなんだけど、初めて買った、そのまま捨てられる髪の毛キャッチャー。この輪っかにネットをつけて、でこれごとポイって捨てられるみたいです。これは私今までやってなかったんだけど、今回やる。カビ防止マスキングテープ、これお風呂場のとこ貼ります。続いてはこれは絶対にやりたい、室外機ホース防虫キャップ、ゴキちゃんとかね入らないようにするキャップです。あとはちょっともう使っちゃってるんですけど、ペーパータオル買いました。普段私普通のタオルなんですけど、こっちにまだ洗濯機なくって、ちょこちょこ来る間はね洗濯物できないんで、ちょっとタオルをペーパータオルにしようかなと思って買いました。続いてこちら、マイクロファイバー雑巾白3枚組、お掃除いろいろねするから使うかなと思って買いました。次がこれ、マイクロファイバーモコモコモップ、これはリンのおすすめ。うん、いいしばらくこの家の無邪代わりにね存在感的には、確かにもうじゃまだこっちには来れないので、はい。でこれもこれか、これスポンジ関係はね、リンのおすすめをやっぱ買いたいなということで、はい。こちらちょっと開けてみる。開けてみよう。リンが大絶賛するスポンジ、もうすごいいいのよ。リンはねスポンジが大好きでもううるさいのスポンジの話はい、こんな感じで一番下の層が、うん、これね、泡立ちやすい、はいはいはい、そうで、で上、一番上のところにこう柔らかい感じ、傷つけずに、あ、本当だ、全然質感が違う感じで、でも水垢とかすごいこびりつきがある場合はその下のジェルネっていうところでやると、うん、割と綺麗にいくっていう、うん、すごい良い、すごい良いらしいですあとはもう一個ちっちゃいスポンジ、シンプルな感じの買いました。それもでもなんか似てるね。似てるね、同じような、うん、ちっちゃくした感じじゃない、普通にそのまま、ね、一緒じゃね、一緒じゃね、汗便利、どう、一緒くない、一緒じゃない、ちょっとほぼ一緒多分一緒、触り心地どう、一緒、あ、一緒だね、ね、ちっちゃくしましたって、うん、やった、ええやん、ええやん。100均が以上で、次はドラッグストアで買ったもの、まずはハンドソープ。前のお家の方にあるの持ってきてもよかったんですけど、あっちでも使うのでちょっと今回は買いました。 でこれもうちにあるけど新しく新調、うたまろ、もう私うたまろ大好きです。うたまろにしてからなんかいろんなとこにね、それぞれに洗剤買ってたのが、うたまろって住むようになったので、ひたすらうたまろ1本いろんなところに使ってます。その分消費はえぐいけど、いろんなのがいっぱいあるよりすごい楽だなと思って大好きです。あとはこれ、お風呂の防カビ燻煙剤、これは2ヶ月に1回使用します。で次はね、私が大嫌いな虫、防虫関係はしっかり買いました。バルサン今日炊きたいと思います。お部屋の数分買ってきてください。あとこれも買ってみた、アース虫除けネットっていうね、網戸につける虫除けで、あとはちょっと薬局にないかもってなったので先にネットで買っといたやつなんですけど、こちらバスケットいらず、この輪っかに直接ネットをつけて、ここにねキッチンの排水口のゴミとかここに溜めて、そのままポイって捨てられるや
つで、これで網がいらなくなるのでお掃除楽になるかなと思って買ってみました。さっき紹介した100均のこちらとね同じようなシステムですね。もう網はいらないんじゃないかっていう世界にしたい。掃除が嫌いだ。あとこれもネットで買っといた、薬局にありそうだけど、鏡の曇り止めリキッド。これお風呂の鏡に塗って使いたいと思います。これも1回やったら終わりとかじゃなくて、 50cm×50cm の鏡に対して約40回程度塗れますって書いてあって、まあ、それがだいたい10回分使えるよっていう色なんで、これも定期的にねやっていきたいなって感じです。あとは家から持ってきたものを紹介しようかな。まずはトイレットペーパー、大事です。とりあえず1個持ってきました。あとねティッシュも持ってきましたね。なんかこういう消耗品系は今家にあるストックを持っていきたい。そしてゴミ袋3枚ぐらい持ってきておきました。あとちょっと汚いからこんぐらいで見せるけど、クイックルワイパー、これ棒を今外して短い状態で持ってきました。こんな感じでもっと伸びるんですけどお掃除するんで持ってきましたね。あとクイックルワイパー用のこういうウェットシートも持ってきました。あとこういう雑巾系、家でも使い古した布巾を雑巾として持ってきたのに、私は雑巾を買っちゃいました。拭き放題です。家きれいにします。あといろいろあると便利なこういうテープ系、あとはこんな感じで袋にハサミとかカッターとか、あとペンはよく使う気がするな。こういうの持ってきて、また持って帰って持ってきてって感じで使います。あとは軍手ですね。いろいろこれから物を組み立てたりとか、なんか物運んだりとか多いと思うので、怪我しないようにね、軍手は大事です。そしてこちら脚立を持ってきました。一番大荷物だったよ。大変だったんだ。大変だったよ。ないと作業できないから。そう、何にも届かないんだもん。本当に本当に一番大事。いや本当に家入ってきて最初にブレーカーこうオンにしなきゃいけなかったけど、本当に持ってきてなかったらゲームオーバーだったんでしょ。よかった。リンより先に来てたから、リンだったら届いてたかもしれないけど。あ、なるほど。ちょっと大好きラブラブキュキュキュ。最近ちょっとイチャつきがひどいからやめるね。そうじゃないものみたいな。やばい、エアーカもの。やばい、エアカレシ。やばい、怖い。あとはメジャースケール系いろいろ持ってきました。こういうくにゃくにゃ系と硬い系と、あとこれなんていうの、これレーザーでこうピピピって測ってくれるやつ。3種類測るの大好きだな私。でもどれもね本当よく使うんで、3つともあるとすごく便利です。あと普通に手を拭く用にタオルを持ってきましたが、そういえば洗濯できないなと思ったので、こちらを100均で買った次第でございます。以上じゃない？よし。というわけで買ってきたもの、持ってきたものは以上になるので、入居前にやるべきこと10個やっていきます。やること1つ目、汚れ破損箇所がないかチェックします。でもし見つけたらそれを写真に撮っておきます。あるかな、あるかな、あるかな。すごい綺麗なんですけど。そうだね、探そう。ありました。見えます？これなんか黒いんですよね。汚れなのかな。汚れかな。落ちれば落ちるってね、うん、もうそれでいいんだけど、落ちなかったら言わなきゃね。そうね。落ちて。どう？どうかな。もちろんムタマロね。もちろん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 。落ちなくね？え、落ちないかも。シンデレラみたいだね。プリンセスってこと？違う。うるさい。早く掃除してください。あれだ、シュートじゃないよ。ママ。兄。ママと兄。落ちた？落ちてない。落ちてないよ。落ちてないね。え、これ言わないと。そうだね。じゃあちょっとこれ写真撮っとこう。はい、撮った。 OK、うん、他にもないか探して、はい、あったら撮ってこう。はい。やることはその2、全体的にお掃除します。クリーニングが入ってても汚れていることが多いので、天井から壁、床の順に掃除していきます。この時一緒に傷とかがないか改めてチェックしましょう。水回りもちょっとホコリが気になったので掃除しました。やること3つ目、鏡の曇り止めやります。
やり方よく読んでくださいね。はい。すっごいよく読んでる。まず鏡をよく洗って十分に乾かす。うん、今やったね。うん、でも一応ね、濡れた鏡にも使えるって書いてあるんだけど、やっぱ乾いたとこにやった方がいいのかね。多分ね。で、キャップを外して、こう。そう。詳しいね。で、鏡に密着させて、最初ちょっとでずる。あ、来た。すぐ来た。これで、ぬりぬり。こんなんでいいのかしら？いいんじゃないですか？はい、塗りました。そしたら、よく乾かすって、よく乾かすってこう波線引いてあるんで、よく乾かします。で、よく乾かしてその後濡らすと思ったんですけど、流すのかなと思ったけど、まあお風呂入る時に濡らせっていうことでしたね。っていうことですか？ですですです。そうです。というわけで、一応塗ったら終わりみたい、乾かしたら。で、ここにティッシュなどを使い、抵抗を感じるまで塗り広げていただきますと、より効果が持続しますってあるのね。これはどのタイミングでしょうか？それがちょっと書いてないの。一応やっとくけど。とりあえずやっとこう。とりあえずやっとくけど。え、なんかこうなっちゃう、こうなっちゃう。どうなっちゃう？曇っちゃう。いいんだよ。やっとく？それで濡らすと、水が鏡に張り付いた状態が保たれて、うん、曇らないってことでしょ。詳しいね、兄さんはね。じゃあ一瞬ちょっと曇っちゃった風で終わっちゃうけど、これで完了。イエーイイエーイ。ちょっとこれで合ってるか心配だから流してみよっか。うん、いやー、それはそれ。あ、どうどう。あ、なんか良さそうよ。あ、綺麗じゃない？ね、あ、いい感じかもしんない。いいかもしんない。正解だったっぽいと信じて。イエーイ。やること4つ目、排水口のゴミ受けを変えます。というわけで、まずお風呂。お風呂はこれ使います。100均で買ったやつ。これ初めて使うね。ね、いいといいね。ね、すごく楽そう。まずこの輪っかにネットをセットセット。あ、こんな感じ。いいね。うん、こんな感じで、この突起があるからこれを起こすように。あ、なるほどね。これで固定されるわけだ。素晴らしい。すごいね。すごいね。これ6回分入ってるから、ちなみに。はい、こんな感じで。いいね。で、ここにゴミが溜まって、溜まったらこれごとポイ。素晴らしい。素晴らしい。で、今あるやつは、さよならして。残念なお披露目。なぜか合わなかった。なんで？ストンって落ちちゃう。なんか目皿が、これ直径10センチから 10.5 センチの丸型の排水口っていう、すごいピンポイントな。うん。ものなんですけど、測ってそうだったんだけど、なんか落ちちゃう。なんでだろう。ぴったりだって思って買ったのに、ね、おかしいな。でもちょっともったいないんで、じゃあ今回は本当はこれね、ちょっと他のこういうの使おうと思ったんですけど、ちょっともったいないんで、これに網をつけて一旦ね、うん、使おう今回は。そうだね。ちょっとなんかここにいい商品知ってる方いたらぜひ。本当はあの前のお家、うん、だとこれがなんか渦になってて、うん、真ん中に髪の毛がこうまとまってポイってしやすいやつ使ってて、それ良かったんだよね。そう、良かったんだけど、捨てるのは、捨てやすいのは捨てやすいんだけど、掃除がしづらいっていう。そうそうそう。だから今回違うの買ってみたんだけど、しくっちゃった。なんでだろうね。なんでだろうね。とりあえずネットつけて、うん、今回はこれで、それでやってみよう。うん、排水口。次は洗面台。洗面台はこちら使います。ほいしょ。これもサイズ合ってない疑惑なんだよな。いや、合ってないけど買っちゃったね。これしかサイズしなかったから。そう、なんか大きいんだよね、ちょっとね。これで、よい。あ、でもまあ、あ、大丈夫そう。まあまあまあ、いいんじゃないですか。はい、オッケー、オッケー。続いてはキッチンの排水口。これはリンのおすすめ。超おすすめ。バスケットいらず。ってことは、これがいらないってこと？そう、いらない。これ洗うの大嫌いよ。そうなのよ。で、ネメするし。そう、これの縁だけが残るって感じになるから、うんうんうん、そう、あのザルの一番洗いづらいところを洗わなくて済むっていう。やった。でもこれは一応このお家のものなんで、捨てずに取っておきましょう。取っておきましょう。家を出るときにね、返さなきゃ。そうね。で、これはなるほどね、この輪っかとネットがあるんだね。イエス。切るの？サイズちょっと一回はめてみて、多分入んないと思うから。入ってない。あ、もっと奥に入るの？そう。あ、この下の、そう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 、ここにはまるんだ。ぴったりじゃんって思ったけど違うんです。
あーなるほどね。そうで溝があるから、うん、サイズに合わせてハサミで切れば使えるっていう。あ、オッケー。そう、さっきの過ちは起きないはず。切るわ。切ろう。1,2,3 個目だったね。3個目。怖、失敗できない。そうよ、失敗が怖い方は1列ずつやっていく感じになるね。あ、そうだね。硬いね。硬いのよ。硬いね。やろうか。うん、はい。違うよ、これ3個目じゃないよ。危ない。4個目切ってるよ。怖っ。怖い。よかった硬くて。よかった、リンに任せて。危な、マジ危ないんですけど。今覚えてたじゃん。外から 1,2,3 1,2,3 あれ。硬くて、うんうんやってる間に切っちゃったんだよ。違う違う、もう初っ端からここ切ってましたよ。ダメだダメだ、もう全部リンにやってもらった方がいいんだ私は。やさぐれないでもらって。こんな動画を出す資格なんてないんだ。そうかもしれない。そうかもしれない。こういうの全部代行してやってくれる人いないのかな。わいかな。いいじゃん、その仕事しないよ。やろうかな。起業しよう。でもお掃除屋さんやりたい。ああ、いいじゃん。ひたすらに排水口の掃除がしたい。あ、いいじゃないですか。でも知らん人の排水口ってさ。うん、私は無理。自分家でギリできた。イエーイ。はめてみよう。怖っ、これで間違ってたらどうしよう。買い直し。あ、ぴったりです。イエーイ、よかった。イエーイ。アーリンにやってもらってよかった。で、これに普通にもうこのまま。そう、そのまま。あ、しかもちゃんとここ二重の。そう、二重のやつ専用のね、ネットだと。専用のじゃなくてもいいんだよね。そう、普通の100均のやつでも大丈夫。これ行き過ぎ。まあ大丈夫っしょ。いいな。勝手にあの物が入れば重みで下に行くから。あ、じゃあこれで。そう、それで。え、超楽じゃん、そんなの。超楽なのよ。で、これでオッケー。うわ、最高。最高でしょ。最高です。で、このままでいい人はこのままでいいしね。うん、私ちょっと一回隠すわけ。うん、いいじゃん。いいね。いいじゃん、いいじゃん。次は各種フィルターを何番目。その何とかってやってたんですよ。確かにやってた。その5かな。その5。その5。番号をだんだん言うの忘れちゃうんですね。はい、その5。各種フィルターをつけます。ここは届く。よかったです。はい、それ切らなきゃいけないから。あ、そうだ、キッチンの切らなきゃ。ちゃんとみんなこれサイズ測って買いに行ってね。磁石ついてる。そう、磁石でペペペペペって止める。おー、やつ。なんかバリバリもついてる。バリバリベ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 リ、マジックテープ的な。おや、とりあえずフィルターを切ろう。はい。遊ばないでもらっていいですか。上につけといて。いやいや、はい、はい、半分で。半分。なんか2枚ある。朝参りすごい。6回も使えるじゃん。6回も使えるの、すばら。半分に切る。切ります。この向きで合ってますか。合ってる。合ってる。もうね、いちいち確認しないと信用してないんで。私はやりながらも自分を疑いながら。なんなら私がカメラマンして、うん、リンに全部やってもらいたいぐらい。誰の動画なの。で、これをこの磁石で止めると。いや、この辺。奥止めれる君。ちょっとダメかも。ちょっと僕ダメかも。脚立の出番。あ、なんか意外とでかいね。でかいね。大きい。大きかった。あら。やります、やります、やります。泣かないで。大丈夫だよ。よいしょ。折って折って。すごい早い、スムーズ、天才。うるさいね。あ、でも切った方がいいかな。切る。内側もあればいいか。おかしいな。まあ大体で買ったしね。そうね。足りないよりは。そう、大きい方が、うん、いいなっていうあれで。そう、あれで足りるやつ買ったから。そう、ジャストじゃんとか言ってたけどな。うん。分かり方が悪かったな。まあまあまあ足りないよりはいいんですよ。おばあ。おばあになっちゃうこの動画なんか。いいんじゃないですか。イエーイ。とりあえずね。できた。ついてりゃいいんですよ。よし。オッケー。はい。で、閉じる。おー。あと、うちはトイレと脱衣所に換気扇があるので、貼ります。ペタ、ペタ、ペタ、ペタ。はい。で、ここに、ウィーン。これはサイズに合わせて切りました。切り
いました。でもちょっと大きかったです。でもほらそんな上見ない。オッケー、次そこえ、無理だよ。届くかな。なんかすごい上にあってさ、無理だよ。いける？うん、奥が無理、落ちちゃう。やります、お願いします。はい、こっちはペトって貼るタイプ。こっちの方が楽だよ。こっちがいい ね、 ね、さっきの次こっちにしよう。こっちにしよう。なんか安くていっぱい入ってるからあっちにしてみたんだけど、うん、なんか違ったんだよね。無理だこれ毎回。あ、なんかうまく貼れない。あ、いいじゃん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 、大丈夫大丈夫。 OK? OK 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 OK。6個目、ちょっと疲れてきた。そうだね。次はこれ、カビ防止のね、マスキングテープを水回りのコーキングに貼ります。この、これね、ぷよぷよしたとこ、カビが生えやすいんですね。あとね、なんかホコリも溜まりやすかった。あ、溜まりやすいね。すごい、さっき掃除した時すごいここホコリって思った。なんかゴムっぽいからさ、つ、うん、きやすいんだよね、多分ね。ペタペタしてた。で、ここですね。そう、ここにうまく貼れるでしょうか。不安しかないんだけど。結構むずいんだよね、これ貼るの。え、ねえ、リンこれさ、うん、ちょっとはみ出るじゃん。はみ出る。どっち、どっち寄せる？それとも真ん中？どっちでやってる？真ん中に寄せたいと思いつつ寄らない。なんか真ん中目指して貼るね。真ん中目指して、いつもなんかぐちゃぐちゃしてる。頑張れ。え、むず。負けんな。え、むず。ここまっすぐだけだったらさ。そうなんだよ、カーブがむずいんだよね。頑張って、頑張って。私の中の器用。そうだよ、君は器用。私は。あ、いけた。ちょっといいんじゃない、ちょっといいんじゃない。ちょっとシワ寄っちゃった。まあでも割とそれこまめに貼って剥がしてしなきゃいけないからね。これをこまめにやるなんて。なんかマステだからさ、水に濡れると結構あれなのよね。浮いてくる。浮いてくる。うん、からここ月1とかで変えてる。うち偉いね、リンはね。いいんじゃん。はい、綺麗綺麗綺麗。イエーイ、これを全部やっていくぜ。あとここ。そこやばいよね。これ大嫌い。本当にこれ嫌いなの。前の家では正直これやってなかったんですけど、まあ、汚い。うん、ちゃんと汚いので今回のお家ではやります。そしたらもう剥がして貼ってするだけで綺麗。そう、私は綺麗な家を目指して。ええええ、それはそれは丁寧な暮らしをできるといいね。したい。よし、シュッ、やったー。イエーイ。あとコンロの周りのここ、ここにも貼れと。貼るの？そこほら、君ってよくこぼすじゃないですか、はい、粉とか、はい、入るのよ、はい、やった方がいいね。うん、やっておくと掃除が楽にはなります。で、リンがメンディングテープを持ってきてくれたわけですよ。さっきの防カビだけど、ここはそう、マスキングテープだと油で染みて、あ、そう、なるほどね。そう、ペロペロしてきちゃうから、こっちはね、メンディングの方がいいなって思ってる。今日はやるよ。続くかは分からないけど、続くからまた別の話だけど、今日はやるよ。うん、ぜひやって、動画撮ってみて。エコー、そう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 、またむずいんだよね。あー、曲がった。ほらほら、むずいのよこれ。やだ。え、これを毎回やってるの君は？やってる。どんくらいの頻度で？月1ぐらいかな。ねえ、えらい。なんか剥がれてきたなって思ったらやってる。ああ、なるほどね。ああ、おおおお、コツを掴んできた。楽しい。ほら、楽しいじゃん。で、あれでしょ、剥がすときもピローって、そう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 、汚れがピローンって取れて、そうなの、ハマっちゃうかもな。うるせえ。で、ここで一回切ってるんだよね。うん、一回切っちゃってる。もうね、カーブは難しすぎて諦めてる。うん、無理だなって思った。あ、気持ちいい。ここにも爪でこうグイって、そうそうそう、あ、気持ちいい。でも切れちゃった。そうなの。でもって言った瞬間切った。爪が長い時とかにやるとね、プチっていっちゃうのよね。やっちゃった。まあ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 、ダメじゃんね。ダメだね。ダメじゃん、この辺切っちゃった。そうね、ちょっと貼り直そうかね。ここだけ重ねる、貼り直し、どっちもいいよ。雑が出てる。
目立つな目立つ、汚い。後でやってあげるよ。後でやって。じゃあ、取れ高はここでいい？いいよ。YouTuber の裏側。やることその7、室外機ホース防虫キャップ。こちらをつけようと思ったのですが、なんと室外機がですね、私が入れないところにありました。なのでちょっと無理やり入れたらちょっとなーって感じのところだったので、諦めます。チェックして買えばよかったね。ね、無駄な買い物をしてしまったので、欲しい人いたらお友達連絡ください。残念だ。残念だ。次行きましょう。次行こう。やることはその8、防カビクエン剤やります。これはね、2ヶ月に1回だっけね。そう、そのペースでやります。この線まで水を入れます。で、これを中央に置いて、使用直前に開ける。イエ。で、こちらを上にを守って入れる。入れる。で、すぐ蓋する。急いで急いで。はい、オッケー。まだ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 煙が出ることを確認してからです。はい、はい、不安になる。ね、不安になるよね、これいつも。来た、あ、来た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 。そしたら閉めます。はい、よし。これで90分待って、はい、うん、で30分以上換気して終わりです。換気してる。うん、だって2ヶ月に1回毎回やってたら覚えるよ。すごい。撮ってるよ。ピンって言わなかったじゃん。言ってる、言った言った。あのカチャカチャ言ってる。音で気づいてねえなって思いながら撮ってた。やることはその9、虫対策をしていきます。これ裏がマジックテープになってて、で片割れと一緒にこう挟んで、はい、ついた。イエーイ。まずこれ開けたところに火災報知器カバーこれをつけます。はいはい、しっかり奥まで。いいんじゃないでしょうか。オッケー。で、部屋にあるもので防虫剤かかりたくないものはこんな感じで袋にまとめて、煙がかかんないようにしておきます。あとは棚とか全部開ける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 してやります。やるぞやるぞ。開けろ。開ける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 。届く。ちゃんと届く。イエーイ。よしよし。あ、緊張する。やるぞやるぞ。あー。何その土下座みたい。部屋の真ん中でクラウチングスタートしないでほしい。緊張する。大丈夫だよ。剥がして2、30秒で煙出るから。逃げる準備はできてます。あ、キッチンの電気消そう。よし、うぜえ。緊張している人とは思えない。荷物は全部玄関に置いた。置いた。逃げる準備は満タンだ。満タンだ。よし、開けます。はい。あかんない。足つりそう。足つる。ねえ。足つっちゃう。本当にだよ。本当に足をつっちゃうよ。うるせえな。開けようか。おい。で、シュッシュッ。行くよ。置いて。大丈夫よ。怖い。結構強く。よし、一発。いけー。丸さん炊いて 2,3 時間置いたら換気をして、その後床とか棚とかを全部拭き掃除しました。パッと見ね、虫いないだろうって思ったんですけど、ちっちゃい虫が 5,6 匹落ちてましたね。これで一安心なのでやってよかったなと思います。やることその10、とにかくいろんなところのサイズを測ります。私はこんな感じで、まず iPad で写真を撮って、で測ったところの数字をどんどんそこに書き込んでいくっていう感じで記録しています。これやっとくと後で家具とか収納用品買うときにとっても便利です。はい、というわけでいかがだったでしょうか。歯になんか詰まってない？大丈夫だと思います。さっきドーナツ食べちゃった。そうだね。疲れたね。疲れた。ぐったりぐったりだ。これだけやるとかなり疲れるんですけど、でもまあ今後がね、楽になると信じて頑張ってみました。ぜひこれからお引越しをされる皆さん、参考になったら嬉しいです。で、私の周りですね、 DIY が大好きなので、ちょっと壁とかいじるかなみたいな
を今考えてるんですけど、まあ、壁、床、と棚作ったりとかするかなどうかなって感じなんで、もしやった際にはそちらも動画にしたいと思います。あのね、できればいろいろこう荷物が来る前にそういうのもやっちゃった方がいいかなと思うんで、もしやりたい方は入居する前にやるといいかなと思います。というわけで今日の動画参考になったと思ったら、ぜひグッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。バイバーイ。